カメラの解説、カメラの使い方をやります。今モチーフをいくつか置いといて、カメラはキャノンのカメラを使ってるんですけど、レンズは別で買ってます。タムロンの、レンズを買ってます。一眼レフ大体もうオートで綺麗には撮れるので、人物をもし撮るんだったら、オート、よいしょ、ここにダイヤルがあるんですけど、これの A ですね。ここオートにするか、もしくは人物だったら、このちゃんとポートレート、人を撮るモードがあるので、この人物のモードか、慣れてきて、そうですね、明るさを微調整したいとかってなったら、プログラムでもいいと思います。私はだいたいマニュアルで撮るんですけど、オートそのまま明るさによって写真が自動で撮れます。これ、明るさの調節とかは効かないですね。私映っちゃう。で、撮れますね。で、人物のモードも一緒です。ちょっと背景をわざとぼかしてくれたり。で、フラッシュ、したくない時も勝手にこう上がっちゃうので、フラッシュ焚きたくないし、ちょっと明るさ微調整したいなっていう時は、やっぱりこう自分で設定できるやつがいいと思います。プログラムになると、シャッターの絞りとか、速度ですね。絞り、この辺か、明るさをこう調節がきます。で、これが明るさなんですけど、このプラスの補正にしていくと明るい写真が撮れます。それで撮ると、真っ白でちょっと見えないんですけど で、暗くして撮りたいってなると、こっち側に振りますね。マイナスに振って撮ると暗い写真が撮れます。大体プラス1とか、ちょっと明るくして撮ったりすることが多いですね。あと、ここも ISO もプログラムだと変えれます。これは感度ですね。光、ISO っていうボタンが、多分カメラあるんで、ここを押してあげると、この数字が選べます。オート100、200。お部屋がすごい明るかったら、こう200とかでもいいとは思います。外とかで撮影するなら200とか。で、撮って、もし暗いお部屋の中で暗かったら800とかにしてあげると、暗い部屋の中でも明るく撮れます。で、この数字を大きくすれば大きくするほど、暗いとこでも明るく撮れるんですけど、ノイズが出ます。なんていうのか、ちょっとザラザラ感が出てしまうので、もし綺麗なデータで残したかったら、そうですね、上げても1600とか、カメラにもよるんですけど、最近キャノンはもう3200とか上げても結構綺麗だなって感じはするんですが、1600とか、800とかぐらいにしておくといいと思います。これが感度ですね。で、この感度と、ここで明るさを調節ができるので、これを変えたりして、撮ったりします。ここに数字が出てますね。で、ここが F 値、絞りなんですけど、で、こっちがシャッタースピードですね。
を調節するときはマニュアルの方が設定がしやすいかなと思います。でマニュアルはここのそれぞれの数字が変えれます。の F の数字を少なくすると後ろがよりボケた写真が撮れます。手前にピントがあって背景がボケるみたいな感じで撮れます。逆にこの F 値を大きくするとピントの合う範囲が広くなります。後ろも手前も後ろも結構はっきりした写真が撮れますね。例えば集合写真とかで手前の人も奥の人もちゃんとピントを合わせて、でも明るくしっかり撮りたいなっていう時は、ここでシャッターのスピードが変えれるので、シャッタースピードを変えます。これだとちょっと遅くてブレちゃう。30でもブレちゃうかな。シャッタースピードが遅いとそれだけ手ブレしやすくなってはしまうんですけど、まあ、もし、遅くする、明るくしないという時は、シャッターのスピードが遅ければ遅いほど光をたくさん取り込めます。さっきの暗かった F11 のままで、シャッタースピードをすごい遅めにしたんですけど、そうするとデータが明るく撮れますね。でも実際にこの数字で手で持って撮るとブレるので、実際に手持ちでやるんだったら、まあ、30、まあ、このぐらいが限界な気がします。で、まあ、手ぶれしないぐらいで、まあ、40、50とかこの辺ぐらいだったら、まあ、手で持っててもしっかり持ってればそんなにぶれないかとは思いますね。ちょっと明るく撮りたいときちょっとぼかして周りも明るく撮りたいという時はここの数字を合わせてちっちゃくしてあげると明るい写真が撮れます。でもこれだとちょっとボケすぎちゃって嫌だなという時はここの数字を上げつつで撮ってあげると暗ピントは合うんですけど若干暗くなるっていう時はシャッターのスピードを少し遅くして調節して、ピントはみんな全体的に合うんだけど、シャッタースピードを少し遅くして光をたくさん取り込んで明るくするか、もしくはここで感度を変えてあげても明るく撮れるので。そうすると明るく撮れますね。で、まあ、ここが明るく感度が上げたら多少シャッタースピード遅くしてできるので、まあ、こういう感じで調節をしていきます。でカメラもやっぱ慣れていかないとなかなか
難しいので、まあ一番最初はいろいろ撮ってみて慣れていくのがいいかなと思いますね。